なたに一杯、私に一杯、そしてポットに一杯。ポットに一杯って誰が飲むのかな。おかえり、おかえりなさい。ちょっと遅いよ、全部待ってたんだから連絡ぐらいちょうだいよ。電話だってメールだってよかったのに、心配してたんだから。ただいまってそんだけ。おかえりなさい。お腹は？そう、空いてない。じゃあお茶にしよっか。紅茶ならいいでしょ。じゃあ私が入れるね。わかってるって。紅茶は入れるんではなく立てるんだでしょ。紅茶もお茶だからお茶は立てるんだ。ちょっと似てた。紅茶もお茶だからお茶は立てる。あ、もう何度もやるのって。ごめんごめん。あ、ねえ、ケーキぐらいは食べるでしょ。今日はね、じゃじゃん、チョコレートティーケーキです。そう、結婚式のケーキと同じ。覚えてた、美味しかったねえ。でしょ。でもね、あれからもっと練習したんだから。2月14日のバレンタインデーに結婚式あげるの夢だったからね。そんでもってケーキはハリボテなんかじゃなくて、私の手作りチョコレートケーキがサプライズで。びっくりした。だってサプライズだもん。でさ、覚えてる？3月14日のホワイトデーは俺のお返しのサプライズがあるから楽しみにしてろって言ったの。だから私ずっとずっと楽しみにしてたんだから。でもホワイトデーの前に急に。だからさ、ずっと考えてたんだ。私はあなたの何に驚かされるんだろうって。ねえ、あなた、
したらパパやママになって、でそうこうしてるうちに今度孫が生まれておじいちゃんおばあちゃんになって、そしたら今度死んじゃったら今度介護になって、あそこまで考えなくていい、そっか、うん、あだからさ少しの間だけだよね、あなたって呼べるのはさ見て、あなたがいなくなってからしばらく経ってね、このティーカップが届いたの。お店の人がわざわざ届けてくれてね、本当は3月14日のホワイトデーにお届けする予定だったんです、遅れてすみませんって。地震でお店の陶器が全部ダメになっちゃって、取り寄せるのに時間がかかってやっと届きました、遅れて本当にすみませんってさ。ねえ、不思議だと思わない？あなたがいなくなってからあなたからのプレゼントが届くなんて本当にサプライズだよね。メッセージカードもついてたよ、ティータイムはずっと一緒にって。でも私届いてからもずっと使わずに大事にしまってたんだ。なんでかわかる？あなたが帰ってきたら一緒に使おうって思ってたの。やっと帰ってきたからね、一緒に使おうね。え？話しすぎだって。だって25日しか一緒にいられなかったんだよ、もっともっといっぱい話したいことあったんだから。ジャンピングの時は目を離してダメなんだ砂時計を使ってもその日の気温や葉っぱの具合で微妙に味が変わるからだよね。色と香りを感じながら見ていなさいじっと見つめてるだけじゃ長いねって言ったら、じゃあ葉っぱを見つめながら繰り返し繰り返し夢を言葉にして、それから強くイメージして行動してみなさい。そしたらきっと夢は叶うよってさ。だからさ、夢のお店ごっこしたよね、覚えてる？あなたがマスターで私がパティシエの役でさ、最初のお客さんが若い恋人たちでこう手をつないでお店に来るので、あなたがここでこういらっしゃいませ。そしたらそちら彼女の方が、今日の日替わりケーキセットって何ですかって聞くから、あなたが、はい、すみませんすみません今日の日替わりケーキセットは何ですかって聞くから、私が、はい、マスターマスターなんてチョコレートティーケーキですって言うと、あなたが、チョコレートティーケーキのおすすめはコクがあって爽やかな風味のドアーズなんていかがですか？くそで、最後にお客さんにも、お客様、紅茶は正式には入れるんではなく立てるって言うんです、紅茶もお茶ですから。で、私が今度こっちからこう来て、はい、お待たせしましたって言ってティーケーキを運んで、え、夢中になりすぎて紅茶苦くなっちゃったんだっけごめんね。でね、私さ、一人でもお店出そうって思ったんだよ。だからまず紅茶検定取って、次に紅茶マイスターの資格取ったんだから。偉いって。でしょ？でね、実は今日もサプライズがあって。なんと来月紅茶のお店オープンすることになりました。すごいでしょ。ねえ、願い続ける。
ると夢が叶うって本当だったね。でさ、実はもう一個サプライズがあって。なんだと思う？あなたがくれたこのティーカップ、お店で使うことにしました。お店中のテーブルにこのカップが並ぶなんて素敵だと思わない？え？さすが俺のセンスだって。お店のカップに選んだのは私のセンスでしょ？, 笑わないでよ。どう？美味しい？香りが一番のポイントで立てたんだから。ねえ、感想聞かせてよ。美味しい？ねえってば。人は本当に美味しいものに出会うと無口になる。美味しいでしょ？美味しいよね。これなら君一人でもやっていけるねって。ありがとう。ねえ、あなた、なんか言ってよ。あなたってば。あなた、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 あなた。本当は、本当はね、私の一番の夢はあなたが。帰ってくること。Thank you.
な。おいしい。